高木です。この世の中に日本一ってどれだけあるの？今さ、知ってる？ Google で日本一って調べたら高木が出てくるんですよ。本日は、またまたこの日本一シリーズなんですけども、大阪といえば皆さんどんなイメージを持たれていますか？このスタティスタとコラボした時に大阪のイメージ、やっぱりこうなんかお笑いの街、まあそれともう一つせっかちのイメージもあるか、気さくとか。本日行きたいのがですね、気さくな店で日本一安いと言われている、そしてすごくボリュームがある定食屋さんがあるみたいなんですよね。なので本日は大阪のそちらの日本一安い定食屋さんに行ってみたいと思います。本日はですね、そちら日本一安い定食屋さんに行ってみたいと思います。それではやっていきましょう。どこ撮ってんの？横切るやん。いい、じゃあもう一緒にやるよ。それではやっていきましょう。行きましょう。今時間さ、3時50分。めちゃめちゃ中途半端な時間っていう。でもなんかお昼の時間とか夜の時間やからやってるとかではなくて、9時までもうずっと空いてるらしいんですよね。噂によるとその辰吉丈一郎も通ってたらしい。何で辰吉丈一郎調べてるの、うん、YouTube の急上昇にたまに載ってるやつがサムネイルやん。んきっとあの子は。そのサムネイルマジめちゃくちゃやんな。すぐ涙止まらんもんな。最近でも見やんか。近くに着いたんで、パーキングに止めて、今歩いております。この服着るたびに別れを思い出すわ。えいっ！ちなみに場所は京橋ら辺になるのかな、大阪の。お？めちゃめちゃ安いな。カレーライス230円やで。定食で500円以下やで、全部。すごっ。というわけで早速こちらの日本一安い定食屋さんに行ってみたいと思います。どれも安い。とりあえず380円の一番安いお作りの定食と、あとホタテ定食っていうなんかおすすめのやつ食べました。めっちゃメニュー豊富やな。腹減った。中途半端な時間やもんな今。どっちにする？昼飯か夕飯か。まあ一つ言えることはもうこれ一食目よね。まあ、もう一食食うんやったらこれは昼飯よ。ダイエットしててこれで頑張すんやったらこれが晩飯。結構頑張ってるからね。でも大食いってもしかしたらそういう系かもしれんね。そういう生活リズムになるかなと思って。撮影やでほぼ食えへんやん。全くで、それを話してたらスカイピースのあのジンタンもうほぼ食えん。あ、全く一緒ですみたいな。そういう声でテオ君が、僕は太らない体質なんでって言ってめっちゃ羨ましいねんと思って。届きました。すごいな、これ380円。安すぎるやろ。今日は違うんだけど、日替わり定食で他の日言ったら刺身とさらにね、こんな感じで揚げ物ついてる日もあるし。安すぎるざん。安すぎるざんって何？さらにバカ目みたいな。じゃあ、いただきます。洞窟の空洞みたいになってる。あれですよ、ジンタ。なんかつうまっ。こういうところに空つけてスパゲッティめっちゃ好きなんやけど、わかる？弁当屋の下に引いてるよな。まっ、うん、この人参が入ってる。こいつ地味に好きやねんけど。あ、さっき、おちょん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 。マグロめっちゃ綺麗じゃん。これで380円って意味わからんよね。つけます。うん、うまっ。これやっぱ脂身乗ってて、泳ぎるこれ。マジか、この値段でこれか。うん、豆腐も入ってる。うん、でもやっぱ刺身最強じゃない？だって見てる量で言ったら、めちゃめちゃ入ってるよ。ありがとうございます。うん、イブのバンカレーも可愛いな。お前のぐらい尻尾までいけるタイプ。うん、あ、無理なんや。天然食える。ちょっと好き。栄養あるですね。こういうエビとか甲殻類のこういうとこってゴキブリと同じ成分らしい。それを今食べながら説明したら、こっちが食べてたら分かるけど。ブルから追い込んでいく。ごちそうさまでした。超腹いっぱい。じゃあ、見せてみますか。
だけで改めてごちそうさまでした。いや会計するときにさ、何やったっけ頼んでた忘れたわみたいな自己申告やったよ。というわけでマジでほんまにうまかった。ちょっと安すぎる。あれ2つ頼んでさ1000円もいかんねんで。最後、3番か、あの駐車場代、これまたあれちゃん、オチ的にさ駐車場代の方が高かったみたいな、定食増えてまうやんみたいな。自分そろそろオチ多いねんな最近。3番やんな。まあ、何やしないやしね。いや安いな、これはこれでちょっと安すぎん。刺身定食より安いやん。